レアルソシエダで躍動する久保建英には、プレミアリーグのアーセナルやニューカッスルが関心を示していると取り沙汰されている。6000万ユーロ、約96億円の契約解除金を払うのに前向きとも言われている。そんな中、スペインメディアのドン・バロンは、彼は示談が獲得した。レアル・マドリーがバルサから強奪したスターはアーセナルかニューカッスルに行く可能性がある。 首都では彼が輝く機会はなかった、と見出しを打った記事を掲載。久保を3シーズンにわたって保有しながら、1分もプレーさせずにソシエダに売却したマドリーに苦言を呈している。同メディアは、過去10年間、レアル・マドリーとバルサは大きな期待がかけられていたさまざまな若手選手の獲得をめぐって争ってきた。昨夏のアルダ・ギュレルがその最新例で、 過去には久保をめぐってスペインの2大巨頭が争った、と綴っている。忘れてはいけないのは、この日本代表選手は2011年から2015年にかけてバルサの下部組織にいたということだが、バルセロナがこのプロジェクトにおいて彼を重要なポジションに据えようと本格的に検討したのは2019年だった。しかしか レアル・マドリーの提案が最終的にこの選手にとってより説得力のあるものとなったが、すぐにこれは誤った決定となった。記事は、当時の監督だったジネリーヌ・ジダンがマドリーのプロジェクトの指揮を執っていたため、久保にはその幅広い攻撃的クオリティを発揮する機会が与えられなかった。そのため、マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、そして再びマジョルカへのレンタル移籍を繰り返した、と指摘。 こう続けたしかし、日本人が移籍市場で大きな注目株の一つになれたのは、これらのクラブではなく、レアル・ソシエダだ。イマノル・アルブアシル監督は示談にはなかった信頼を久保に与え、そのおかげで彼はヨーロッパで最も違いを作れるウイングの一人になれた。それがニューカッスルとアーセナルのようなイングランドのチームが彼の獲得交渉に応じる姿勢を示した理由である。そして、 これら2つの目的地を見ると、プロジェクトによって生み出された興奮を考えれば、アーセナルのエミレーツ・スタジアムに着陸する方がはるかに魅力的に思えるが、ロンドンでは部下よさかのような偉大な競争相手に直面することになる。もちろん、かつてバルサに所属し、レアル・マドリーで失敗し、今やスターとなった選手が引き起こしたこのメロドラマは、来年の夏まで解決しないだろうと締めくくっている。 マドリーは半額の3,000万ユーロで獲得する権利を有しているが、果たして再獲得に動くだろうか。